サッカー JFL 高知ユナイテッド SC のメンバーがシーズン開幕を前に必勝祈願を行いました。今年は選手一人一人が思いを込めた絵馬も奉納しています。高知ユナイテッド SC はシーズン開幕前の毎年この時期に必勝祈願を行っていて、今日は選手24人と吉本貴文監督、チームスタッフらが高知市の土佐神社を訪れました。高知ユナイテッドは去年天皇杯で2度 J1 クラブを破る快進撃を見せたほか、 JFL では終盤まで J3 昇格が狙える位置で戦い、過去最高の7位でシーズンを終えました。悲願の J3 昇格に向けて、今日は吉本監督や今シーズンキャプテンに就任した小林大地選手らが玉串を捧げ、さらなる飛躍を誓いました。必勝祈願の後は選手一人一人が絵馬を奉納しました。今年でチームを率いて3シーズン目となる吉本監督が絵馬に書いたのはこの言葉です。今日の自分よりも明日の自分よりも明後日という部分で、1日 1% 以上毎日成長していくことでその昇格につながるかなと思ってるんで、そういう部分で上昇と昇格という部分を書かせていただきました。昨シーズンの結果は皆さんご存知の通り、知ってると思います。だからこそ期待すごくされてると思うんですね。だからこそその期待を裏切らない、ピッチ上でフレッシュな姿を見せたいなと思ってます。そして最後に昇格、皆さんで喜びたいですね。選手一人一人が寮で書いてきた絵馬にはそれぞれの強い思いが込められています。まずは昇格っていう目標があるんですけど、それは結構みんなが書いてたので、チーム通して、サッカー選手であるので怪我なくみんなが1年間戦い抜ければなと思って怪我なくというのを書きました。 J3 昇格っていうのはチームとしてもコーチ県としても求められていることだと思うので、そこを目指しつつも、やっぱりまだ開幕までもう少しあるので、一日一日やれることまだあるので、積み重ねて最後に笑って終われるように頑張りたいと思います。高知ユナイテッド SC は今月24日の紅白戦で今シーズンの新ユニフォームをお披露目し、来月10日にホーム春野で今シーズンの開幕戦を迎えます。